こんにちは、ひそかです。最近は俳優さんに加え K-POP、ジャニーズなどイケメンがありがたいことに飽和状態な時代ですが、そんな彼らにも負けず劣らずイケメンな偉人がいたことを皆さんご存知ですか？今回は今からでもファンになってしまいそうな歴史上のイケメンを3人厳選し紹介していきたいと思います。まずは有能さを兼ね備えたイケメン後藤新平。平身大臣、内務大臣、外務大臣、南満州鉄道総裁といった政府の要職を歴任した敏腕政治家です。その中で青年期にイケメンすぎて病人を爆走させるという奇妙なモテエピソードを持つ人物でした。もともとお医者さんだった彼は24歳の若さで院長先生になります。そこの赴任先の地域で摩訶不思議な事態が生じました。なんと彼が着任して以来未婚の若い女性の受診が爆増してしまったんです。原因不明の事態に混乱する病院。しかし原因は意外なものでした。それはなんと後藤新平自身。見ての通りハンサムな彼が優秀なお医者さんとして着任すると、地域の有力者は自分の娘と結婚させようと作戦を練ります。その結果多くの若い女性が病院に殺到することに。恋という病を具現化した唯一のモテ男かもしれませんね。お次はダンディ枠、東郷平八郎。日本が誇る最強の海軍司令官です。写真からもわかるようにダンディでハンサムであったことのわかる彼ですが、若い時から年を取った後も芸者には爆モテしていたとか。しかし彼は見た目に加えて華々しい実績を兼ね備えた、まさに才色兼備でした。日露戦争では連合艦隊司令長官として世界最強と呼ばれたロシアのバルチク艦隊を撃退します。その後の戦況を左右する戦いで勝利を収めた彼は一躍世界から注目を集めることに。その影響は凄まじく、アメリカの雑誌タイム誌の表紙を飾る以外にも、それまでロシアの脅威にさらされていたトルコなどの国々では子供に東郷と名付けることが流行ったほどでした。日本以外にも影響を与える実績を兼ね備えたイケメン、惚れちゃいますよね。そして最後は陸奥宗光。外務大臣として不平等条約の改正に尽力し、頭脳明晰だったことから神取り大臣と呼ばれた人物です。そんな彼は奥さんまで超絶美人で、まさに理想の美男美女カップルでした。しかし東国ロンドン留学を経て神取り外交を進めるといったように、奥さんと離れ離れになってしまう時間が多くなってしまいます。そんな彼をサポートすべく、彼女は東国中に歴史や語学といった教養を身につけます。結果渡米時にはワシントン外交界の花と現地新聞に掲載されるほどに。さらにもともと芸者としてトップの人気を誇っていたことから、彼女の美しさ教養の高さが日本が一流の国として認められ、夫の交渉にも良き影響を与えていたことでしょう。まさに最強のカップルですよね。ちなみに家族写真には息子さんも写っているのですが、超絶美形です。この家族写真は顔面偏差値が異常値に達していますよね。ということで今回は近代を中心としたイケメンを厳選し紹介していきました。かっこよさにうぬぼれず結果を残している点からもますます惚れてしまう人物たちだったと思います。紹介した人物についてもっと詳しく知りたいという方は、おすすめの文献が概要欄に載せてあるのでご覧ください。本チャンネルでは今後も学校では教わらない歴史をテーマとして偉人の裏話などを発信していきます。動画が少しでも面白いと感じてくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録をしていただければ励みになりますので、よろしくお願いいたします。短い時間ですがお付き合いいただきありがとうございました。ひそかでした。